ボタンとかメールぐらいまでの時間にね、そうですね。でもうすぐ受付しますね。まあすぐはこの後、あとね、すごく決めてくらいですね。受付はこっちの方が重要だから、受付は別にギリギリでも一人だけ雑記を取れる。これは伸ばすとね、あとね、はい、OKです。 はい。
最初のニュースです。群馬県の前橋第14小学校で教室の机が全部校庭に出されるという事件が起こりました。この机は渦巻きのような謎の形に並べ、悪質な板跡とみて捜査を始めております。次のニュースです。
セガエンタープライズですが、本日午後4時より次世代エンターテインメントマシンの発表を行うことになりました。この発表はホテルニューオータニ鶴の間で行われまして、関係者各位には渦巻きのロゴが入った招待状が配られております。セガの入り混じりでございます。本日はお忙しい中お祭りいた、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日はここで私どもセガにおけるコンシューマービジネスのマイルストーンとなるプロジェクトを発表申し上げます。このプロジェクトはセガの総力を結集し、さらにセガのみならずさまざまな方々のご協力を得てまいりました。来るべき21世紀に向けて進化した夢のゲームワールドを実現していくというのがそのプロジェクトです。このプロジェクトを私はドリームキャストと名付けました。このドリームキャストがこれからご紹介するセガの新しいゲームフォーマットであり、セガが世界に向けて新しく発信していくブランドです。ドリームキャストは夢を意味するドリームと、放送する広く知らしめるというブロードキャストの2つの言葉を組み合わせました。従来のテレビゲームでの遊びの枠を超え、21世紀に向け夢を世界に広めていくという意味を込めたものです。このドリームキャストのシンボルマークは宇宙の広がりや人間の無限の可能性をイメージしたもので、それを渦巻きのように竜巻のように渦巻く力と、中心から外へ向かっていく円の動きで表現しました。それはまた無限の可能性を持つデジタルエンターテインメントの世界を表現したものでもあります。このシンボルマークの色には鮮やかなオレンジを選びました。果物のオレンジは幸運をもたらすと言われ、愛や幸福の象徴とされています。後ほどご説明いたしますが、ドリームキャストには人と人を結びつける役割もあり、このオレンジはドリームキャストに関わる人々を結びつける楽しさも象徴します。ドリームキャストは家庭でのゲームをはじめとするデジタルエンターテインメントを新しく展開するためのシステムの総称でありますが、ここでその新しいプラットフォームをご紹介いたします。これがドリームキャストです。私はドリームキャストの開発をスタートするにあたって、社内のみならずさまざまなクリエイターの皆様と共に話し合い、あるいは意見交換をし、ドリームキャストがどのようなフォーマットであるべきかを検討を重ねてまいりました。その結果、開発のコンセプトを3点に絞りました。まずは言うまでもなく最高の映像と音の表現能力を追求すること、そしてできる限り汎用性の高い開発環境を前提にすること、さらに
21世紀に向けた新しい遊びを提案することです。以上、サルテルのコンセプトを実現するために世界有数の IT 企業をパートナーに研究開発を進め、最強最高の技術をドリームキャストに結集いたしました。ドリームキャストの CPU にはクラス最高性能を誇る日立 SH4 を搭載いたしました。 SH4 は 128bit グラフィックスエンジン内蔵ディスク型 CPU で 360MIPS 1.4GFLOPS という素晴らしいパフォーマンスを備えたものです。グラフィックスエンジンには NEC が英国のビデオロジック社と共同開発した抜群のリアリティを誇るパワー VR2 を搭載いたしました。パワー VR2 は NEC 様が PC やマルチメディア端末の分野においてデファクトスタンダードとすべく力を注いでいる技術です。このパワー VR2 搭載によりドリームキャストは300万ポリゴン以上という驚異的な CG 描画性能の実現に成功いたしました。そしてサウンドエンジンにはヤマハ様のスーパーインテリジェントサウンドプロセッサーを搭載いたしました。これはヤマハ様が電子楽器の技術開発で長く培ってきた XG フォーマットに準拠した32bit リスク型 CPU を内蔵したサウンドプロセッサーで64チャンネル ADPCM という素晴らしい表現能力を備えております。最後にソフト開発において非常に重要なファクターとなる OS についてはマイクロソフト社が世界に誇る Windows CE をベースに開発されました。カスタムバージョン OS を採用をいたしました。これは Windows CE の家庭用テレビゲーム機への標準装備としては世界初となるものであり、これによりソフトディベロッパー並びにソフトパブリッシャーの皆様に対して開発支援体制を整備強化し、最高の開発環境を安価にご提供できることになり、その結果ソフト開発効率は飛躍的な向上を遂げます。ここでビル・ゲイツ氏よりビデオメッセージが届いておりますのでご覧ください。 Hi, I'm Bill Gates, CEO of Microsoft, and I'm pleased to be part of the launch of Sega's Dreamcast home video game system. Microsoft is very excited to collaborate with Sega on Dreamcast, the first home video entertainment system designed for use with the Windows CE operating system. We believe Dreamcast represents a significant advance in home video game technology. Dreamcast's state-of-the-art 3D technology and online capabilities provide unprecedented levels of realism and performance in games. In addition, the Windows CE operating system with DirectX services provides a flexible development environment that eases title development and makes possible true cross-platform title compatibility with Windows PCs. The result is a powerful new platform that encourages creative innovation and will lead to the broadest selection of quality games and entertainment ever seen on the home console. By combining Microsoft's core strength in systems technology with Sega's world-renowned expertise in video game technologies and content, we are confident we have produced an exciting new platform that will set new standards for home video game entertainment. We look forward to continuing to work with Sega to make Dreamcast a huge success. Thank you. CPU、グラフィックスエンジン、サウンドエンジン、OS が一体となったドリームキャストは、
常に最強のコンテンツをお届けしてまいります。ではここでドリームキャストの映像とサウンドはいかに優れたものなのかを皆様にご覧に入れましょう。こんにちは、入間尻です。今から皆さんにドリームキャストの素晴らしさをお見せします。これがドリームキャストです。こんな感じでこのドリームキャストは必ず皆さんの夢を形にできます。皆さん、このドリームキャストに、そしてこの夢にぜひ参加してください。これが21世紀のエンターテインメントマシーン、ドリームキャストです。セガは変わります。それでは皆さん、ごきげんよう。いかがでしたか？私が目指しました映像とサウンドのクオリティとはまさにこのようなものです。それでは実際にこの場でドリームキャストを使い操作してみましょう。これがコントロールパッドです。こうぐるぐるっとこう回してみます。インタラクティブにこれは全部動くようになってます。ちょっと様子を変えてみます。これが環境マッピング、周りのものが映っております。透明にしてみます。光源をいろいろ増やしてみます。私もですね、全部 CG でこの顔のデータを取られまして、またいっぱいこうセンサーをつけられましてですね、いろいろ話せだなんだ演技をさせられまして、すっかりもうコンピューターの中にデータに入れられてしまいました。こういうようなことがインタラクティブに自由自在にできるマシンがわずかその 2,3 万の機械できてきたということだと思います。もう一つですね、実は映像がありますのでお見せします。ちょっとまた経路が変わったものです。ちょっと次のが出ないですか。ちょっとお待ちください。
かがですか。多分これ皆さん、CG ムービーだと思ってられますが、読んでみます。下を見ます。右を見ます。左見ます。下見ます。ですね、暗くします。明るくします。もう一回暗くします。じゃあ止めてくれますか。こんな状況なんですが、本日いらしていただいた皆様にはプレイヤーコーナーを用意いたしましたので、後ほどご自身でドリームキャストをご体験ください。さて、3点目の開発コンセプトである21世紀に向けた新しい遊びの提案として、ドリームキャストには2つの機能を持たせました。その1つが通信機能です。ドリームキャストはモデムを標準装備しています。モデムを内蔵することにより、ご家庭の一般電話回線につなぐだけで通信対戦ゲームや RPG を楽しめます。その他チャットによる通信コミュニケーションも可能です。もう一つは専用 PDA であるビジュアルメモリーとの連動です。これはメモリー機能に加え液晶ディスプレイを装備した全く新しいコミュニケーションツールです。またスタンドアローンで携帯型液晶ゲーム機としても楽しめます。ドリームキャスト専用コントローラーとの接続により、パーソナルビューアー、データセーブ及び拡張メモリーとして使用が可能になっています。このビジュアルメモリーは携帯型液晶ゲーム機としてこの夏発売いたします。これにつきましてはまた後ほどパーティーでご紹介いたします。この PDA と密接な関係を持ち、非常に重要な役割を担うことになるのがこのコントローラーでございます。先ほどのビジュアルメモリーをこのコントローラーのスロット部分に装着して使用することにより、ゲームは従来にない広がりを見せます。手元でのセーブ&ロードが可能になるのをはじめ、他人数プレイのゲームの場合、他のプレイヤーに見られたくない情報も手元のビジュアルメモリーの液晶ディスプレイに表示できます。今ご説明した通信機能とビジュアルメモリーを使った新しい遊びの可能性を映像にまとめましたので、どうぞご覧ください。少ないでしょう、それに性格もどちらかといえば暗い方だ。でもね、大丈夫ですよ。今年の年末にね、あなたあるものを手に入れます。すると遊ぶ友達が増えて、あなたの人生がと明るく変わります。あるものって何ですか？これ
人々に一体どんな夢を与えられるのか、なかなか興味深いですね。では早速その世界を覗いてみましょう。どうぞ。買っちゃったね、ドリームキャスト。嬉しい。このドリームキャストには大きなポイントが2つあります。第一のポイントは、本体にモデムが内蔵されていることです。モデル内蔵。モデルが内蔵されている、つまり一般家庭の電話コードをつなぐだけで誰でも簡単に通信対戦ができるんです。これまでのような面倒な周辺機器は一切不要。通信対戦人口は確実に増えるでしょう。しかも通信対戦の後はチャットによって楽しい通信コミュニケーションが行えるのです。喜びも悲しみもますます広がるってわけです。通信対戦は対戦格闘ゲームに限りません。例えば複数の通信相手とパーティーを組んで遊ぶロープレーなんかもできるみたいです。ところでドリームキャストにはもう一つのポイントがあります。それはそう、コブ付きなのでした。ドリームキャストのコブ、それは新形態ゲームビジュアルメモリー。このビジュアルメモリーはデータのメモリーであることはもちろん、それ単体でもゲームになっているという優れた特徴があるんです。だからドリームキャストで遊んでいるゲームの一部を持ち歩いて楽しんじゃえるわけです。待ち合わせ時間ももう苦になりませんね。俺もう来てんだけど。知ってる。このビジュアルメモリーはさらに、
ドリームキャストの可能性にご期待ください。最後に今後のスケジュールについてご説明いたします。まず6月8日9日にソフトデベロッパー並びにパブリッシャーの皆様にドリームキャスト参入説明会を予定しております。9月中旬にはソフトタイトル発表を含めたカンファレンスを実施いたします。10月の東京ゲームショーにおいて一般の方々に実際に体験をしていただくことになります。発売日直前には発売前夜祭と称して盛大なイベントも企画しております。その後全国主要都市でのデジタルサーカスを開催しデモンストレーションを行います。そして発売日は11月20日でございます。どうぞドリームキャストにご期待ください。ありがとうございました。それではここで質疑応答のお時間とさせていただきます。本日はドリームキャスト関連の質問に限り入り交じりよりお答えいたします。なお、ご質問の際には会社名および氏名を先にお願いいたします。ではこちらで指名させていただきマイクをお持ちいたしますので、ご質問のございます方は挙手をお願いいたします。それでは質問のある方挙手をお願いいたします。失礼します。リクルート事業の主義の飯塚と申します。PDA の接続が可能になるなんですけれども、この構想につきましてはいつ頃から始まったものなんでしょうか。相当早い段階、すなわち我々このゲーム機をスタートさせるときにプレイ&コミュニケーションというコンセプトを持っておりましたので、コミュニケーションの方法として一つはモデルの一つは PDA のデータ交換の、ハードによるものを当初から計画しておりました。ありがとうございました。他ございますか。はい、じゃあそちらのはい、その方お願いします。読売新聞の西野と申します。最近ゲームの倫理問題が話題になっているようなんですけれども、ドリームキャストでおよびそのソフトでの、倫理規定というものに関してどうお考えでしょうか。従来私どもセガ独自で倫理規定を作って、いろいろのランク分けをしてまいりました。現在の社会情勢から考えて、やはりこういうものはその一社だけの問題でなくて、一つその業界全体として、一つの基準を設けて、審査していくべきであろうというのが最近のセガの考え方でございます。したがいまして、セサの小泉会長をはじめとして、業界として一本化をして、行こうではありませんかというようなことを現在協議中でございます。あ
ありがとうございます。皆様大変恐れ入りますが、お時間の関係上であとお一方とさせていただきたいと存じます。ご了承くださいませ。ではお願いいたします。じゃあどうぞ。電子化サービスの千葉と言います。よかったですね、よかった、販売価格予定価格とそれからサターンとの、いわゆるソフトの互換性等についての見解をお伺いしたいですか。ドリームキャストとサターンとの互換性ですか。はい、これは全くありません。よろしくお願いします。される場合の、価格のもし、予定が決まっているのは価格ですか。はい、価格だけは、発売直前にならないと申し訳ない、上げられないので、ご容赦の方をお願いします。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。皆様恐れ入ります。お時間が参りましたので、これで質疑応答を終了させていただきます。ご質問ありがとうございました。ここで、先ほどご説明しましたビジネスアライアンス各社様をご紹介させていただきます。牧松さん、石村さん、佐々木さん、奈良さん、どうぞご登壇ください。アライアンスの皆様がお揃いになりましたので、ここで写真撮影のお時間とさせていただきます。皆様お揃いになりますが、ご協力をお願いいたします。それではプレスの方はどうぞこの機会にお写真をお撮りくださいませ。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではそろそろ写真撮影の方は終了させていただきます。セガが今未来への新たな扉を開けようとしている。私はそれを心より応援する。Yeah! Yeah! Yeah!
それでは皆様、私どもと共に次のステージへお移動ください。こんにちは、入間尻です。今から皆さんにドリームキャストの素晴らしさをお見せします。これがドリームキャストです。こんなこともそしてこんなこともこんなこともできます。まあこんな感じでこのドリームキャストは必ず皆さんの夢を形にできます。皆さんこのドリームキャストにそしてこの夢にぜひ参加してください。これが21世紀のエンターテインメントマシーン、ドリームキャストです。セガは変わります。それでは皆さんごきげんよう。今から皆さんにドリームキャストの素晴らしさを見せます。これがドリームキャストです。